俺プロセカの話結構するけどさ、その本当ですかみたいな思われてそうや。本当にプロセカやってんのみたいな。プロセカやりたいなと思って、プロセカ自白でやんないの。え、プロセカどうなん、やりたいけどね。そのなんか機械的になんかその音が、一回やろうと思ったんだけど、音がなんか遅延しちゃってできなかったよな。なんか画面と音がめっちゃ遅延しちゃって、んみたいな。機材新しくしないといけないのかなみたいなとこもあったりだとか。いや、怖い。ツッコミ入れんの怖い。なんかストーリーとか見てるときにツッコミ入れんの怖いよ。ちょっとビビるよ。俺やっぱツッコミ入れちゃいそうだよ。なんか、売れてそうなんていうの。うんね。何やろみたいな。何やないかいみたいな。怖いよ。いや、でも、あれか。普通に、だからもう、ね。うんうんというか。そうやな、みたいな。おもろいな、みたいな感じで。で、ウェイみたいな。でも、まあ、やりたいけどね。で、あと俺、音ゲーやってる時喋れないんだよね。マジで。え、でもよくない？俺さ、みんなと、みんなとライブパート見る配信やりたい。プロセカで。俺、一緒になんか見んの好きなの。リスナーさんとかと。普通にライブパート見る配信やな。ライブパート見るだけ。いいんだよね。著作権的にいいんだよね、あれ曲ね。曲とかもいいんだもんね、多分ね。みんな配信で曲やってるね。やっていい曲とやっちゃダメな曲があんのかな。まあ、それはまあやる前に確認するけど。まあ、雑談の当てとして話してるけど、いいんだろうね、多分。いいんだよ、やばいね。プロセカ様でしょ。推しユニとかある？俺はもう、ワンダーランドショータイムで。もちろん。もうネネがめっちゃ好きなんで、はい。めっちゃ好きっていうか、もうネネがいいね。やっぱり。東海帝王と精算しちゃうからね。ワンダーランドショータイム、恋生きてるって最高な瞬間。また。あれのね、エキストラが結構むずいんよな。ギリクリアできるぐらいな気がする。で、今日配信終わり久々にプロセカやろうかな。マチコ好きかい？マチコがいい。マチコさん好き。東海帝王好き。ハチミーすぎる。ハチミー。神っぽいな、追加されたの。それ神っぽいな。ランクどれぐらい？俺28。あ、あれも31クリアできるの。あれ？あれ31だよな、あれって。31クリアできるよ、多分俺。あれ29だっけ？あれ？プロセか。31だっけ？なんだっけな、あれ。ランク。あれなんか英語の曲あんのよ、めっちゃいい。英語のめっちゃ簡単なんで、31にしたらめっちゃ。そう、ドンファイだわ。そう、ドントファイト。あれは余裕でクリアできる。から、ドントファイトのミュージックってあれいくつなんだろう、エクストラ。31か。じゃあ31でいけるよ。でもあれ31の難しさではないんだよね。30か。でもあれ3、あれで別にあれより、普通にあの、テオのエキスパートの方がむずい。28とかのが。と思う。30だって、あれ30だ。あれ簡単だよね。やっぱそうだよね。あれ簡単だよね。俺あれができない。初音ミクのチョイスができないんだよね。これだよな。あれむずいよな。あ、一応6兆年もできる。6兆年のエキスパートもクリアできる。そんなやってないからね、俺。ちょっとやってたぐらいだから。ほんと1週間ぐらいやってたみたいな。マジで。なかなかむずいのよ。じゃあ背景ドッペルゲンガーも。え、背景ドッペルゲンガーあんの？最近追加されてるでしょ、絶対俺。あれ？やってないだけか、俺が。背景ドッペルゲンガーなんて俺めっちゃ好きだけどね。当たり前からあるんだ。え、やったことない。やりたい。え、やろう。背景ドッペルゲンガー。なんでやったなったんだろうな。エキスパートが26とかだったらやんないけど、29くらいのやつは全部やったはずなんだけどな。あ、脳症炸裂ガールはめっちゃ楽しいね。連打クソおもろいよね。あれなんかめっちゃ楽しめるって感じ、あれはもう。あれは、なんかその、俺的には、むずいというよりは、なんか楽しいなって感じ。なんか、一時期俺、プロセカやってて、で、その時、そのなんか、シスと、まあ結構、なんかよく話してて、で、シスにも始めてもらって、プロセカをね。で、シスとプロセカやってたんだけど、シスなんかもう、ジュエル集めんのがもう、
まにもう手慣れすぎて、もうジュエル拾えないんでね、会話しすぎて。なんかいろんな世界があるの、何々の世界みたいなワールドに行って、そこでなんか会話してジュエルもらうんだけどあ、今日のジュエルとか言って、もうジュエルもらいすぎて、もうジュエルがもらえなくなって、もう俺とかそんなにそこまでジュエル、まあ拾えたら拾うぐらいであれなんだけど、もうやばいね、もう会話してもジュエルもらえないんだあいつで。なんか俺はどっちかっていうと、このプロセカ、まあストーリーもまあ全然好きというか、あのいいなと思うけど、まあ、どっちかっていうとこの音ゲーにハマってたね俺は。音ゲーが好きだから、まあ、音ゲー、ゲームの方にハマってたんだけど、もうシスなんかもう気づいたら、そのなんかこれ知ってるとか言って、そのライブパートでなんかそのペンライト振ってんだよな、これ今最前列とか言ってあこいつ邪魔だなとか言って横のこいつ邪魔だわとか言ってよく見えねえとか言って、ライブがよく見えねえとか言って、あと20分でライブがあるとか言ってやばい普通にめっちゃおもろかったよな。で俺もなんかそのジュエル、あとガチャめっちゃ引きて、うわあと何ジュエルだ、うわもう今すぐ引きたい、あと200ジュエル、あーこのストーリー見ればいけるってなった時にちょっとストーリー飛ばしちゃったりするの。でもあのあいつめっちゃちゃんとストーリー見てるから、そのなんかえ知らないのみたいな、ねねえはうんたらかんたらでみたいな、ストーリーめっちゃ詳しくなってんだよめっちゃおもろい。でもめっちゃ下手、でもめっちゃ下手、めちゃめちゃ下手、音ゲーは全然やってない。ハードス。ハードスです。エキスパートがやんない。サラマンダーのハードがめっちゃさ、俺的にはや、なんかやりやすくて、おすすめだよみたいな言ったんだけど、全然ギリ。楽しみ方が俺とはちょっと違うタイプだったなっていう。シスは M 推しだね。シスは M がめっちゃ好きらしい。で、俺はネネだから、なんか言い合いになるんよな。もうネタだけど、お互いネタだけど吸い合いになるんよな。なんでネネ好きなの？なんかダウナーな感じがいいね。あの声がダウナーな、テンションと声がいい。なんかそのはぁもう呆れたみたいな、何がみたいな、そうかわいい。あのポジションいい。俺も実はこんな感じだけど、もしなんかそのユニットで歌うとかなったらあのポジがいい。もう絶対無理なんだけども、絶対もうなんかそのなんかおバカ系やらされるっていうのは分かるんだけど、なんかまあローレンはおバカ系のパート担当みたいなでしょみたいな思われるのも分かるんだけど、どっちかっていうとあっこやりたい、ああいうとこやりたい。これがやりたいことと求められてることのギャップやねこれ。うん、そういう感じ、そういう配信活動をしてきてしまった。俺はもうそのポジションはできないんだ。確かに歌だと別に歌うなというか、そっち系か、割と。そんな、そうだわ。歌の、俺とはちょっと違うか。